田村まみさん。はい、国民民主党新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。えー、まずは新型コロナから国民の命と生活を守る、まあこの前提は変わらないことを申し上げて質問に入りたいと思います。まず百貨店大型商業施設への休業が、えー、要請が続いております。まあこのことについてお伺いします。4月25日に出されて百貨店大型商業施設への休業要請から間もなく1ヶ月です。当初から私はクラスターもほとんど発生していない。 科学,根拠も科学的根拠も曖昧な、そして判断がよくわからない、つかないような要請は出すべきではない、感染防止対策を徹底した上で、営業継続させるべきだということを繰り返し申し上げてきました。 ましかし、業界団体からの採算の要望にもかかわらず、休業要請は実行され、5月11日までとされた期限は結局延長され、いまだに多くの大型商業施設が休業、そして時短協力をしております。しかし、取引先も含めて、関係の事業者、経営も限界が近づいていいますここで2点確認したいと思います。 1>, 1つ目は、1月15日の記者会見で、西村大臣は事業者の固定費を補うために雇用調整助成金や協力金で支援するといった旨のご発言をされていますが、そのお考えは今もおかわりないのでしょうか。そして、5月12日の事務連絡で、百貨店、大型商業施設への協力金、これ、面積に応じたというふうには変えていただきましたが、しかし、この協力金の対象となる面積、直営売り場、一部だけなんです。 施設の大半を占めるテナントの区画や駐車場、そして通路やトイレなども何も入らない、対象外なんです。ということは、大型商業施設の多くは別の不動産所有者から土地を借りて営業していて、施設全体の家賃をまず払っています。 でその家賃をどこから収入として得ているかというと、テナントが営業しているところから家賃をもらってやっているわけです、ただそこは自分の営業面積に入らないわけなので、今回の面積要件変えたといっても、大型商業施設の面積には何一つ入らないんですよね、この計算方法とされた、えー、見解、これを教えてください西村国務大臣。 お答え申し上げますあの緊急事態宣言の下で時短要請、あるいは休業要請に際しましてはです、ねえー、事業規模に応じた支援ということで、えー、協力をおうちいただけるよう、私ども、さまざまな視点から考え、こうした協力の仕組みを作ってきたところであります。あの大規模施設、商業施設のお話がございました。あの千平米を超える 施設に対してですね、1000平米ごとに20万円、テナントには100平米ごとに2万円ということで、ご指摘のような計算方式で、えー、対応する結果ですね、例えば、えー、百貨店休業で直営部分7000平米、店、え、舗、ー、テナント200点持つとすると、合計で1日当たり600万円近くなります。 であのかなりの部分、えー、これはあの賃料の一部などもカバーできるではないかと考えておりまして、別途は雇用調整助成金で、人件費の方は1人1万5000円まで全額国が支援をしていくということでありますので。 500人休業させた場合には、1日最大750万円支援ができます、こうしたことから含めて、かなりの部分をカバーできると考えております、御党からあの提案のあった方式でいきますと、1日最大666万円ということで、以前、ご質問をあのどなたか議員からいただいておりますけれども、これ、事業者単位でありますので、私ども、店舗単位で約600万円の支援がありますので、あの 本当のご提案、遜色ないと考えておりますし、まあ、あとはその大企業、1兆円程度、5000億円とか、1兆円の売り上げある企業でありますので、国民の税金を持ってどこまで支援するかということも含めて勘案しまして、このような支援策とさせていただいております田村ま美さん。 はい、あの指摘させていただいたのは、その今言った計算方式に、売り場面積が入らない大,企業あ大規模の商業施設がある、そういう営業形態をしているところに対しての支援が不十分だ、その計算方式だと支援が届かないという指摘をさせていただいております、えー、その商業施設が閉めろと言って閉めているテナントから家賃を取るわけにはいきません、ぜひその点をお考えください。 また次にまん延防止等重点措置については、4月の1日、議員委員会でも質問しましたが、市町村単位で発令されるものです。この判断やチェックを国会でやるのであれば、その判断のもととなるデータ、西村大臣もその当時、市町村単位などの詳細な把握が重要であり、専門家も見えるかが必要と指摘を受けているとご答弁されています。このの市町村村単位のデータ提出されているんでしょうか西村国務大臣、えー まず分科会においては、ですねそれぞれの市町村での、できる限りそうしたものもお示しをしながら、それぞれの県で、どの地域でどういうふうな状況になっているか、これ、専門家からもそうした分析のデータを出されることもございます。そして私も会見などでは、ですね常に北海道で言えば札幌市とか、 石川県で言えば金沢市とか、その感染拡大している地域、そしてまん延防止等重点措置の対象とするエリアのデータを、できる限りありお示しをし、公表しているところでございます、ただ、日々変わる中で、リアルタイムで分からない部分もありますけれども、それぞれの県、道などを通じてですね、できる限りそうしたデータもお示しをしながら、そして私どもそれを分析しながら、判断を進めているところでございます。 田村美さん、はい、国会議員が見れる形でのデータが出ていないという認識ですので、またその点については示していただきたい、そして各知事が、えー、判断をするときに、やはり財政面での支援がしっかりされていないと思い切った判断できません、えー、先ほど来保障の話してますが、思い切った財政と、そして、えー、リーダーシップできちっと止めるべきときは止める、それをお願いして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました 井上聡君